皆さん元気？元気？元気？お待たせしました。アジタート、やっと、ライブ活動できるようになりました。はい、はい、ってことでですね、僕たち、今月、まず2月23日に、大阪に行きます。はい。EST エンターテインメントの大阪港3階ホールガーデン、はい、なんとこの日はチケットが無料、ただしね、予約していただかないと、当日券も入れないみたいなので、うちのホームページで予約できるんで、ぜひ予約してください。よろしくお願いします。そして、まだ情報解禁していいよっていうふうに来てないんですけど、ちょっといっちゃいます。3月14日、東京で、ライブ決まりました。昨日決まりました。なので、ぜひね、しかもこの日ホワイトで、いつもの日々の感謝も込めて熱いライブを繰り広げようと思っているので、ぜひ、東京も来てください。その他のみんなはもうちょっと時間がかかるけど、もうちょっと待っててください。本当にね、その10月の終わりに1回活動がライブ活動止まりましたけど、そこから本当にね、たくさん準備して本当たくさん曲書いて、いろんな言葉が生まれたりとか、本当に俺も毎日毎日が本当刺激になるこの数ヶ月間だったんで、本当に前の俺とはまた違う新たな自分、そしてなんだろう、また昔に戻って振り返ってリセットした自分もいたりして、本当に今自分らしい音楽、メッセージ、ライブ本当にできるっていうか、したい、ライブが何よりしたい、そしてみんなに会いたい、本当ただただそれだけです。ぜひね、これからのアジタートに期待してください。よろしくお願いします。そして、みんなが気になっているギターはどうするんだと、思っていると思うんですけど、ここで初発表します。新メンバー決定しております。はい、その、メンバーもですね、近日中には発表になりますし、もちろん2月23日のライブからは、その新しいメンバーも、一緒に登場しますので、新たなアジタート、本当に演奏から何からさらにすごい進化してるんで、ぜひ期待しててくださいね。エルちゃん、俺の大事な大事な大事なエルちゃんですね、ということでですね、引き続き、僕らもいろいろ、みんなこんなことしたら喜ぶんじゃないかなとか、本当に毎日毎日、みんなが頑張ろう、頑張んなきゃ、楽しいなってこう思ってくれるようなね、みんなの背中をグッと押すような、曲を、どん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 生み出し、そしてバブルみたいな、もっとさあこうぜわーみたいな曲とか、まあ、いろんな曲をどん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 生み出していくんで、これからの俺らに要チェックしてください。よろしくお願いします。それではまず、2月23日大阪で会いましょう。慎吾でした。バイバイ。でも嫌な感せず支えてくれた、あなたがくれた大きな愛、強く抱きしめて